新居浜市で 32.4 度など今年最多の県内9地点で最高気温が30度以上の真夏日となりました。このうち大洲市では聞くな、これは思いやられるな、今年の夏は本当これまだ色の口やけど最高気温 31.1 度と7月上旬並みの暑さとなりました。午前中から大洲市もぐんぐんと気温が上がってまして、今昼の2時ですけれども、日向にいるとじりじりするほど暑いです。なんですが、あのように日傘をさしたり、それから冷たいものを飲み物を持ったりして、街歩く皆さん楽しんでいらっしゃいます。そんな大洲で日々暑くなっているのが、そこの下にね、龍が潜んでいる伝説がある。もう分かりますよね。それでこれがガリウス酸素という名前がついたんですよ。観光です。土日は団体が多いんだけど、普通の日は個人のお客さんが多い、いつもこれでもいっぱいになるね。最近多いです、コロナ明けから、オランダの非営利団体グリーンデスティネーションズから歴史的な資源を活用した観光まちづくりが評価され、大洲市が文化伝統保全部門で世界1位に選ばれた今年3月以降、町の駅朝もやへの来訪者は去年と比べて 20% ほど増加しているそうです。今日は午前中、関東方面からのツアー客がバスで訪れ、お花半通りや我流山荘を巡る街歩きを楽しんでいました。街歩きの後は皆さん売店や自動販売機に直行、冷たいジュースやアイスクリームを買って休憩していました。2年前オープンしたこちらの古民家カフェでもドラフトコーヒーの、ラテのバージョンでしてみました。アイスコーヒーにしてみましたこの街並み本当に瓦屋根がいっぱいあって、本当に東京とはまた全然違う空気感というか感じられました。冷たいものがよく出てますけど、結構目玉のいちごのフラッペがよく出ます。このお店行っても冷たいものが美味しいものが食べれるっていうのが7月1日から、来月1日からは城下町の飲食店9軒のおすすめひんやりスイーツをめぐるスタンプラリーを開催予定とのこと。コロナウイルスの影響で、団体よりかは個人ツアーとか、個人のお客様がこう来られるっていう動き方に変わってきてまして、平日でもお休みの予定があればこう観光に行ったりとか、そういったお客様は多く見られますね。今からですね、大洲の夏は、一方、最高気温が 29.5 度の松山。ニンジニアスタジアムでは今日、松山市中学校総合体育大会の陸上競技が始まり、熱い戦いが繰り広げられていました。気温の高い中での屋外での大会だけに気になるのが熱中症です。選手たちはなるべく日陰にいたり、こまめな水分補給をしたりと、各自熱中症対策をしていました。暑いです。水分補給いっぱいしてます。めっちゃ暑いです。また、フィニッシュ地点の近くには細かい霧の出るミスト扇風機が。しかし、ミストの水が枯渇したので、補充をして熱中症予防ということで、対策をしております。もうずっと出しっぱなしなんですね。ずっと今日は出しっぱなしで行きます。暑いので。この暑さで何度補充したのでしょうか。その後もバケツに水を汲み補給をしていました。一方、スタンドでの応援もこの暑さで大変です。天気はええけど暑いよね。暑いです。でも楽しみです。孫ですか。皆さんあまりしてないですけど、初めて、今年初めて日傘を持ちました。もう猛暑でちょっとかわいそう。なるべく後ろの方が日
陰でいいかも。日傘を差すほかタオルで日よけをするなど強烈な紫外線や熱から身を守りながら応援する人の姿も多く見られました。この暑さに苦しめられたのは人間だけではなかったようです。天気が暑くてiPhone が高温になっていますって言って動かなくって、ちょっと動画が撮れなくて、ちょっと準備不足でした。暑すぎて、いやもう自分が日焼けしないようにだけ考えてきたんですけど、それじゃなくてこっちを守るべきだったなと思って、だから動画も撮れなくてちょっと悲しかったです。ゼリーは凍らして持たせたんですけど、もうこの感じだったら溶けてるかなと思って。